あんたの組織はここがどういうとこか分かってるのか？これは未来人の作った円盤だ。我々の時代よりずっと前から地下に埋まっている。分かっていないのは分かったよ。ほらどいたどいた。家のマイコンとは大違いだ。ちくしょう、こんなことじゃ稲葉みゆきも救えないし、ゆきちゃんを追うことすらできない。どうすりゃいいんだ。な、僧侶が消えた。成功したのか？違う、勝手に。みなみ、網口くん、データユニット、うん、MIB。 やれやれ。はい、初代の怪獣ダイモス、今映画館でやってるんだ。また独り言言ってる。未来森敷地だけど、またちょっと野暮用があってさ。残念。なんか用？いや、その、そういうわけでは。時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。伊織ちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。伊織ちゃんもか。美和ちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。私も行こうかな。ミワちゃんまたね。うん。何？じっと見て。ミワ子は覚えてない。何でもないの。でもそれでよかったのかも。ミワ子、またね。遅くなっちゃった。いたいた。またそんな女装を。変態ね。着替える暇がなかったんだ。必要な変装だと説明したはずだけど。遅れておいてその態度は。ごめんごめん。そんなことより、今日こそ何とかしてもらうわよ。うん。行こうか、位置について。
口？なんであんたがここにいんの？それはこっちのセリフだ。それよりそっちの可愛い子ちゃんは？可愛い子ちゃんだってさ。まんざらでもないな。まだ出たらまずいって。黒服の仲間かもしれないぞ。 BJ が知ってるって。夏の？うさみ、夏のまでどうして？彼の案内で来たの。関ヶ原と一緒にいたロボット？なるほど、世界が揃うなら話が早い。じゃあ起きよ。こんな姿だが。三浦だな。関ヶ原から聞いてるよ。君の目的は？軌道上にいる彼女だよ。同じ目的のようなら。網口くんにも驚いたけど、まさか宇佐美までタイムトラベルしてるなんて。私はもともとこの時代の人間なの。宇佐美が未来人？知ってる人って他にもいるの？ A 組のユキちゃんとか三浦くんも。え？あいつもか。あんたも16番を助けに？私の騎兵もそこにある。17番騎兵か。16番と同じく軌道上に転移したわけだ。軌道上にある正体不明の人工物だ。ここからそれを補足してはいるが、確かに何かはわからない。16番ならそれが何かわかる。前は私が触れたら繋がったじゃない。それが如月の生体 ID でも反応がない。アクセスできないんだ。その理由は網口周が知っている。アクセスできないのは井田が止めたからだ。彼女の騎兵を。井田？彼が？ああ、権限がどうとか言ってな。16番騎兵を命令権限で停止。それでか。騎兵を作った君から権限を解除できず。やってみよう。手伝ってくれ。あんたはなんでここへ？俺は助けを求められたんだ、稲葉美雪に。稲葉美雪ってアイドルの？そう、テレビ番組を使って更新してきたんだ。君たちは彼女を16番と呼んでるけど、あれはもう一人の君だよ。そうか、あの曲やっぱり80年代風にアレンジされてるけど、中学の時によく歌ったあの曲そっくりだもん。稲葉は私のハンドルネームだ。アイドルか。準備ができた。如月、君の ID で彼女にアクセスすると同時に権限をリセットして騎兵も再起動される。ロックを解除して。行くよ。ダメ。騎兵は正常に起動してる。私を、そうか、井田君に停止されて。みんな助けに来たんだ。ちょっと遅くなったけど。ありがとう。アクセスは問題ない。大丈夫。ユニバーサルコントロールは私を放送コンテンツだと思い込んでいる。
ならば、みゆき。あなたと同じ、如月富よ。教えて、これは何なの？どうなってるの？僕も情報が欲しい。私を信じてくれる？あなたは私なんでしょ？自分を信じられなきゃ何も始まらない。私が転移したのは軌道上の司令船、宇宙計画の第2段階テラフォーミングを統括する人工衛星。テラフォーミングって？今あなたたちがいる場所よ。計画の第2段階は成功している。まさか地表の開拓に使われたのは D か？あれはもともとそのための重機だった。じゃあやっぱり本当なの？ここが地球じゃないって。俺はこの目で確かめた。この町は直径 30km しか存在しない。俺は宇宙船だと思ってたけど。まさか。僕は海外の状況も調べ上げた。ユニバーサルコントロールが情報の辻褄を合わせている。彼は真実を話している。ここからだと居住区のシステム全体が見える。各ターミナルの制御もね。君は騎兵から衛星の操作を？限定的ではあるけどね。そしてそれが可能なのは私が如月富だから。お？宇宙計画の第2段階を設計したのは彼女。テラフォーミングの研究者だったの。彼女の記録よ。2188年2月8日、報告は昨日の続き。シミュレートを行った25回目のテラフォーミング。今回の焦点はタイプ 57B 惑星。人類が生存可能レベルまで1800年で到達。時間がかかった方ね。ここまでは問題ない。あとはそうね、森村博士の提案で司令船のシステムを更新したわ。司令船が最終段階の地上施設を監視する。施設の破損や不具合が発生する前に最終段階をやり直す判断をするためにね。博士の口癖、万が一に備えてよ。今日も仕事は順調。でも早く地上に戻りたい。今のは気になることを言っていたな。最終段階をやり直す。そう、もう本当に後がないの。どうなるんだ？間もなく司令船が地平線に隠れるわ。しばらくこのアクセスも切れる。何か策はないのか？ある。もうこれしかないと思う。何をすればいいの？ユニバーサルコントロールを変えられるとしたらあなたたちだけ。私を信じて騎兵に乗って。相葉、やつはどこへ逃げたんだろうか。いや、それよりもなっちゃんだ。関ヶ原に進展がないか確認しよう。映写機だと思っていた箱は、なっちゃん。
誰かいるか？隠れてるのか？いねえな。ここに隠れると言ってたのに。まだ探してくれてるのかな？それとも捕まったとか。ここだ。どうしたんだ関ヶ原。城内とザロマシン閣議が進行している。なんだそれ。白の目陽子と同じ状態だ。おい、まだ記憶はある。薬が切れただけだ。俺のことより南夏野だろ。セクター3で居場所が分かったぞ。え？三浦、まだ推測で確定ではない。だがそこにいる確率は高い。探しに行こう。そうか、関ヶ原が。俺は置いてけ。そのためにお前を待ってたんだ。それに黒服はターゲットを俺に絞っている。協力者に見えると厄介だぞ。一緒は避けた方がいい。こっちへ来い。なんだよこれって。持ってけ。使い方が分かんねえよ。南を助けるのに必要になる。代わりと言っちゃなんだが、俺のメッセージを三浦が持ってる。もしも記憶をなくしたら俺に見せてやってくれ。お前はこのままでいいのか。俺は自分のことで手一杯だからな。東雲の薬が保健室にあるはずだ。三浦が急ぎたがってる。行ってくれ。それで、なっちゃんはどこにいるんだ。ここから南東に 3.1km、 ドロイドが不自然に集まる場所がある。あのロボットが。ドロイドは何かを見つけた。何かって。なっちゃん、このドローンには攻撃能力頼りだ。分かってるよ。やってやろう。どっちだ。案内しろ。最後、節約して飲んでた缶ジュースもついに空だ。どうしたらいいんだろう。誰にも知られず死んじゃうのかな。あ
の扱いなんて知るかよ。よーベジータ。嘘、ユキちゃん、ヨッちゃん、よかった、ユキちゃん、やっと見つけた。もう大丈夫だ。え、でもなんでユキちゃんが。なっちゃんがいるなら他の惑星にだって飛んでくよ。ユキちゃん、シーボーラーとシラシールドが生きている。 BG、 ゾロイドが近づけちゃいかけた。戻ってきてくれたのね。もちろんさ。積もる話は後にしよう。ゾロイド4体が接近中だ。行こう。どんな化け物でもぶっ飛ばしてやる。うん。